ダンスがうまいと思う、元ジャニーズ、ランキング。1位、平野潮、2位は、こんにちは、読者の皆さん、オールアバウト、ニュース編集部の長谷川優斗です。元ジャニーズメンバーたちの魅力は多岐にわたりますが、今回はその中でも、ダンスがうまいと思う元ジャニーズ、ランキングについてお届けします。アンケート調査を通じて、どの元ジャニーズがダンスの天才として評価されているのかを明らかにしましょう。 2位、中井雅宏。第2位に輝いたのは、元スマップのメンバーである、中井雅宏さんです。中井さんはジャニーズ事務所に在籍していた時期、アイドルグループスマップの一員として多くのファンに愛されました。特に、彼のダンスパフォーマンスは多くの人にとって忘れがたいものとなっています。アンケートには中井さんへの熱い指示が寄せられました。 ライブで見た中井くんのダンスが衝撃だったからという福岡県の30代女性のコメントや、中井くんは自他共に認めるダンス好きで、よくソロダンスも披露していたからという秋田県の20代女性のコメントがあります。また、テレビで以前、簡単なダンスをすぐに覚えてしまう天才だということが分かったからという石川県の40代男性の声も寄せられました。1位、平野耀、そして1位に輝いたのは、 平野紫耀さんです。平野さんはジャニーズ事務所に所属していた時期、アイドルグループキングプリンスのメンバーとして活躍し、その魅力的なダンスパフォーマンスで多くのファンを魅了しました。彼のダンスは、体を最大限に活かしたワイルドかつセクシーなもので、多くの人々の心をつかんできました。アンケートでは、もともと運動神経抜群で売っていたし、ダンスも上手いと思うという兵庫県の20代女性のコメントや、 ジャニーズに所属していた際によくダンスしているイメージがあるためという東京都の20代女性の声、さらには、ジャニーズ事務所では一番ダンスが上手いと思ったアイドルだし、他のダンサーも認める実力を持つためという大阪府の40代女性のコメントが寄せられました。こうしたコメントからも、平野志陽さんのダンスの実力が広く認められていることが伺えます。結論、元ジャニーズメンバーたちの中には、 ダンスの実力に優れたアーティストが多く存在します。今回のランキングでは、中江正宏さんと平野紫耀さんがその代表例として選ばれました。彼らのダンスは多くの人々に感動と感激をもたらし、ジャニーズファンにとっても特別な思い出となっています。ダンスの魔法は、時を超えて私たちの心に響き続けています。これからも、元ジャニーズメンバーたちの素晴らしいパフォーマンスを楽しみにしていきましょう。 以上、ダンスがうまいと思う、元ジャニーズ、ランキングについてお伝えしました。ご購読いただき、ありがとうございました。回答者コメントは原文ままです。この記事の筆者、長谷川、優斗、と、1990年生まれ、30代突入と同時期に未経験でライター業を開始、日常系アニメと車好き、女性声優さんにも関心を持ち、個人的にイベントへ参加している。 現在の所有者は鈴木、ワゴン R、MH95S。各地のアニメ作品の舞台となった場所を聖地巡礼すべくドライブに出かける。